皆様お疲れ様です。小田急タイムです。1914年に開業した東京駅。こちらは1936年の東京駅。1945年、東京駅は空襲により大きな被害を受けました。戦後行われた修復工事。南北両ドームは丸型から台形に変更。2012年、復元工事が完成し、再び丸型となりました。1963年頃の東京駅。1965年頃、1986年頃、駅ホームから見た風景。